皆さんこんにちは、いちきです。今日はですね、ちょっと皆さんにお知らせがあります。なんとこの度、いちきのオリジナルグッズ販売決定いたしましたありがとうございます。はい、今回ですね、私がデザインさせていただいた、パーカーと FF ロゴの、T シャツですね。デザインはまず T シャツは、まずこんな感じですね。FF でっかく入ってますでこれがあれです、琵琶湖のフルフッキングシルエットのが入ってるんですよ。ここにでっかく FF って書いてあって、で、後ろは何も柄ないです。後ろは無地なんですけど、前にドンとこのデザインを入れさせてもらいました。はい、で T シャツの色なんですけど、 T シャツの生地の色自体は黒一色になります。黒一色、はい。でサイズがですね、 S から 3XL なので、結構幅広い人に着ていただけるんじゃないかなと思います。どうですか？めちゃくちゃ良くないですか？フルフッキング、あれですよ、フルフッキングって FH なんですよ。もともと知ってます、 FH なんですけども、この FF はちょっとあえて FF とさせていただきました。なんて言うんだろう、なんだろうね、もう FF って言っちゃった以上、なんかちょっと引けなくなっちゃったところもあって、もうFF にしました。はい、もう突っ込まないでくださいねもう突っ込まないでくださいよ。FH って知ってますから、あえて FF にしてます。はい。まずこの T シャツが1点ですね。はい、黒。めちゃくちゃ着やすい、いい生地です。薄くもなく厚くもなく、すごい本当にちょうどいい生地。もう、一番着やすい生地だと思います。私はちなみに163センチで、M サイズを今着てます。で、丈が、だいたい、腰がここだとしたら、だいたいこれぐらいまで、結構ゆったりよね。結構ゆったり着れます。なので、すごい動きやすいし、全然、めちゃくちゃ動きやすい。超動きやすい。はい、1点目、T シャツです。点目がこちらです。パーカーですね。ショップを立ち上げるときにブランドの名前入れてくださいっていうのがあって、これなんかフルフッキングにするのもなんか違うなってなったんですよ、自分の中で。 FF も FF っていうのも違うしな、一木カレンっていうのもなんか違うしなと思って、ドット ICK っていう、まあ、ショップの名前みたいな、まあ、一木を知ってくれてる人だったら、まあ、一木ってわかるかなみたいな、こう、絶妙なライン。絶妙なラインをちょっと攻めたつもりなんですけど、まあ、ドット ICK っていうので、まあ、前にプリントが入っ、ロゴのプリントが入ってて、後ろがね、これめちゃくちゃお気に入りなんですけど、じゃじゃーん。バックプリントがデーンと入ってます。今年の冬に、実際に霞ヶ浦で釣ったバスの写真をちょっと、自分で、まあ、イラストなんだろう、こうちょっとデザインして、それをそのまま貼り付けた感じですね。どうでしょう、めちゃくちゃ良くないですか結構気に入ってるんですよ。このパーカーのサイズが XS から 4XL まで対応してます。はい、でこれも生地の色は黒一色です。まあ、M サイズ着て長さが大体これぐらいですね。はい、まあちょうどいいですね。 M で全然ちょうどいいし、中にロンT1枚着ても全然こうゆったりしてるんで、すごい動きやすい。で生地も別にあれなんですよ、裏起毛とかじゃなくて、普通のっていうかスタンダードな生地にしました。裏起毛だと結構着れる時期が限られちゃうなって思ったので、薄くもなく厚すぎもなくみたいな
感じの生地感にしました。これもすごい着やすいです。まあ、デザイン的にも多分男女問わないデザインになってるので着やすいかなと思ってます。いいでしょう、かっこいいでしょう。値段言うの忘れた。 T シャツが3800円で、このパーカーが8800円です。税抜きの価格になります。で、ここからがちょっと重要なんですが、まあ、初めてのグッズ販売でプラスアパレルっていうことで、どれぐらいのサイズを作っていいのか、あとどれぐらいの数を作っていいのかっていうのがちょっと予想できなかったので、予約販売にさせていただきました。予約いただいた分だけ作るっていう形を取らせていただいて、買っていただいた方の手元に届くまでにちょっとお時間をいただくことになります。で、予約期間っていうのを設けてまして、この動画が上がった日から、1週間の予約期間を設けることにしました。まあ、ずっとっていうわけにもいかないので、まあ、1週間ちょっと区切らせていただいて、1週間のうちに予約があった分を作らせていただいて発送するっていう形を取らせていただいてます。はい、よろしくお願いします。はい、なので、まあ、一緒に、これを着てですね、まあ、ハッシュタグつけていただいたりしてくれればもちろんシェアしますし、ストーリーもね、1期セットメンションしてくれてる方いっぱいいて、私すごく嬉しいんですよ。まあ、インスタ既読つかない人と既読がつく人がいるんですよ。でも既読つかなくてもちゃんと私見てますんで、応援して、いただいてて本当に嬉しいなと思ってます。なので、まあ、これからもですね、末永く応援していただけたらと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今日は一期オリジナルの、グッズ販売の告知動画でした。このショップの、リンクですね、このショップのリンクを下の概要欄に貼ってますので、そちらから飛んで、まあ、商品の詳細とかサイズとか、まあ、いろいろ吟味していただけたらなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、では最後まで見ていただいてありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。おじゃのー。